ドミニクレイエスは、アメリカ合衆国の男性総合格闘家、カリフォルニア州、ヘスピリア出身、刑事コンバットアカデミー所属、UFC 世界ライトヘビー級ランキング6位、幼少の頃からレスリングとアメリカンフットボールを始めた。ニューヨーク州立大学、ストーニーブルック高時代には、アメリカンフットボールで、ディフェンシブバックとして1年次から、スターティングメンバーに選ばれ活躍し、 最終的にはチームのキャプテンを務めた。大学卒業後に兄弟が経営する刑事コンバットアカデミーで総合格闘技のトレーニングを開始した。2013年にアマチュアデビュー戦を行い5連勝の記録でプロへ転向。プロでも6連勝を収めると UFC と契約を交わした。2017年6月25日 UFC 初参戦となった UFC ファイトナイト。 キエーザ VSD で、ヨアキム・クリステンセンと対戦し、左ストレートで、開始29秒の TKO 勝ち。パフォーマンス・オブ・ザ・ナイトを受賞し、UFC デビュー戦を白星で飾った。2018年10月6日、UFC229 で、ライトヘビー級ランキング7位のオビンス・サンプルーと対戦し、3から0の判定勝ち。2019年3月16日、 UFC ファイトナイト、ティル VS マスビダルでライトヘビー級ランキング6位のボルカンをオーズデミアと対戦し2から1の判定勝ち。2019年10月18日 UFC オン e s p n レース VS ワイドメンで元 UFC 世界ミドル級王者のクリス・ワイドマンと対戦し 1R バンに左ストレートでダウンを奪いパウンドで TKO 勝ち。 パフォーマンスオブザナイトを受賞し、自身の無敗記録を12に伸ばした。2020年2月8日、UFC247 の UFC 世界、ライトヘビー級タイトルマッチで、王者ジョン・ジョーンズに挑戦。序盤から中盤にかけて、スタンドの攻防で前線したものの、僅差で0から3のはある判定負け。王座獲得に失敗し、キャリア13戦目にして、初黒星を喫した。 接戦ではあったが、マファイティングが SNS で行ったファンアンケートでは、ジョーンズ勝利支持が42.1%、レース勝利支持が57.9%となり、北米主要メディア記者の判定では21人中14人が、レースの勝利を支持した。2020年9月27日、UFC253 の UFC 世界。 ライトヘビー級王座決定戦で、ライトヘビー級ランキング3位のヤン・ブラホビッチと対戦し、ニ r ールに左フックでダウンを奪われ、パウンドで TK を負け、王座獲得に失敗した。2021年5月1日、UFC オン ESPN-0SVS プロハズカで、ライトヘビー級ランキング5位のイリープロハースカと対戦し、左スピニングバックエルボーでニ r k を負け、 試合に敗れたものの、ファイト・オブ・ザ・ナイトを受賞した。ザ・デバステーターのニックネームの由来となった強烈なキックと左ストレートを軸としたキレのあるパンチを持つファイター。テイクダウンの攻防にも優れており、テイクダウンディフェンスの成功率は80%を超えている。ありがとうございます。